タ山区長タ山区は大韓民国ソウル特別市中央部観光北岸に歩くソウル駅が所在する外国文化あふれる町イテオォやソウルの秋葉原または日本橋と呼ばれるタ山電子障害があるまた北部には N ソウルタワーがあり韓国人の憩いの場となっている李氏朝鮮の頃からソウルの交易拠点として発展し 多くの商人が集まっていた。1884年には、立山港が開港し、韓国近代化の先駆けとなった。その後1896年に、立山区の前身となる、立山坊が誕生。1945年に、立山区が誕生した。立山には、長年軍事基地が置かれてきた。1882年の神後事変では朝鮮に、 介入した新国軍の駐留地となった。1904年には日露戦争に際して日本軍が立山に兵衛を置き、以後これが広大な立山基地となった。1945年太平洋戦争敗戦後は日本軍が撤退した代わりに米占領軍が立山基地に駐留し、イテウォンはこれに付随する基地の町となった。現在は立山基地には 在韓米軍司令部などがあるほか、1988年まで韓国軍陸軍本部があった場所に戦争記念館が開設されている。行政区域図立山区の丘と教会の風景幾度かのホラの統合を経て、現在は16のホラが存在する。現在の区長は成明源。ありがとうございます。